たらすごいよ。まあいたからびっくりしたけど。およそ300メートル先、浦沢右方向です。ふたたってると思う。設定された目的地は近くです。地図を参考に走行してください。これ窓開けて余計入っていきそうだよな。すごいね。川もう出たかな。もっとリフトだよ。リフトって、リフト知らない？ああ、リフト。うん。このナスすごい溺れるな。
れ来ねえよな。来ないよ。本当だな。施設だよ。レストランとか休憩所とか。ああ、本当だ。なんかガチナスとかありそうでおっかねえな。わけではないのかな。ここだけ草が生えてないの。自然にこうなるのか。さっきのところ何の木の実だ。食えんのかな。食べに来るかよ。食える。そう。まずいんじゃねえ。まずいとは思うよ。なんか蜂かアフかわからんけど、なんか飛んでるな。
わからん。冬だったのか。あ、でも雪だよ。この山さえ登れれば入れるけど。うん。入ったことある。なんか今。こんな草いっぱいなかった。まあ春だったからね。めっちゃ眺めいいよ。ラーメンにどんぶり捨てちゃった。うん、なんでも捨てたるくん。うん、不思議なものがいろいろ。銃声かな。なんだろう、バンバンって火薬みたいな。そこで声もやするやつかな。夏と冬だけになったら廃墟を見るのなんかあれだね、辛くなりそうだ。うん、春と秋やっぱ春って結構重要。うん、草がないからね。うん、二人の影が並んでる。うん、蜂の巣とかなっちゃいいんだけどな。うん、まあとりあえずすぐそこが病院だな。
今の音はアブだな。うん、怪しげなティッシュがいっぱい落ちてるな。うん、トイレこのアイスの殻に。セコムとこ絶対嘘だしてん、うん、まあ入ってみるか。蜂の巣あったらすぐ教えてね。うん、なんか人が住んでさ。いや住めないだろう。車がないじゃこの坂登ってこれないよ。あれドラえもんかな。うん、ぽいね。あるかなこの音。多分ね。うん。登る？うん。ここ天空の廃墟と呼ばれてるからね。そうなの？うん。眺めがいいから。
うん、これ見ちゃいけない絵だな。持ち主じゃないよな。でも向こうも敵はなさそうだ。というか、まあ、向こうも不法侵入だけどね。おはようございますって言った方がいいかよ。カバンを置いた。こんなとこに椅子が落ちてるし。うん。もう一番下から全部登ってきたのか。しかも結構速いペースだよな。うん、そうかもしれないけど、まあ、多分あのレストラン犬を飼ってなかった気がするけどね、うん、まあ、俺が気づいてないだけかもしれんが、中に、中で飼ってる、そうかもしれない。あの虫だらけの草むらを車なしで、すごいな。
待ってる。まあ階段は多分ボロボロ、斜面も急だから危ないかも。よし、ちょっと、よいしょ。ふーちゃんいる？うん、こっちから降りてみる。大丈夫？暑くなってきたね。さっきのじいちゃん通報してないよな。これじゃあどっちもつんくて。あ、コナブ、クモの巣に引っかかってたんだね。足元は服に当たらないようにね。あ、それ待ってる？
すぐ戻るから、うん、うわバイオハザードに出てくるあれみてえだ。あなんか向こう蜂の巣あるかもな。行くか。ロリナ、うん、あ足パンパンした？してない。してくれ。じゃあもう帰ったかな。うん、まだ歩いていくの。じゃあこの上から来たのかな。ここをね登っていくとこの間通った道だよ。山の上登ったじゃん前回帰りに。ただ見ての通りとても人が通れる道には見えなかったけどね。サイドミラー動かない。ダニがいっぱい。うん、
だあの山にある白いの。謎の四角い物体があるね。びっくりしたよ。進撃の巨人。あれ一応バレないと思ったのかな。丸見えだけどね。絶対に人がいないと思って登ってきたんだろうな。いやみんな不法侵入やん。隠れ方がすごい。なんかだいぶ怖がってたね。まあ、当たり前か。それは何もしなくても。こんな見たこともねえ、でけえ車が来たら驚くだろう。一応、こっちが頭下げたらなんか安心した顔してたね。無法侵入だということはみんな自覚してないのか。はい、もう無法地帯か。うん、これじゃあ第3、第4の村人が現れてもおかしくないな。うん、よくこれ虫だらけだっけさ。走る眺めがいいとか車に引かれないと思ってんの。いやこれまず車に殺されるだろ。うん、今の人すげえ体力ありそうだよ。この山登ってきたんだぜ。うん、実はすげえマッチョかもよ。ああ四つ葉やミカサみてえに。ああ、ああそうなの、分かんなかった。うん、うん、とりあえず車が来ないことを祈る。すれ違いは不可能だ。もう蛇かと思った。年配の人の朝は早いね。うん、俺の方がいいけどな。俺たちの方が早いか。うん、草むら大丈夫だったか、刺されてないかな。あれさっきのおばちゃん。ああ、高齢者。うん、うん、流されかよ。うん、だからあの格好なんじゃ。あんな草むら入って心配だって。なんか毛虫とかもついてるかもしんねえし。ダニはくっついたかもしれない。うん、
毒あるやつとか。マダニとか。マダニいないかも。いや倒れてないか心配だって。出口に警察がいないことになるばかりだぜ。いないでしょ。そうさっきのばあちゃんも捕まる。うん、みんな捕まる。むしろさっきのばあちゃんのせいですか。うん、俺らそんなことしてねえっすよ、あのばあちゃんです。うん、冗談だけどさ。うん、もう100歩言っても道路交通法違反とか。うん、まあめんどくさいし相手にしない。多分な、こんけ取り締まってたら意味がないよね。うん、違う、この辺だよな、あの謎のオブジェ。まあ、ちなみにここ昔暴走族がたまに渡ったりとかいろいろ変なこともあったからね。ああ、だからあんな落書きいっぱいしてる。うん、変なやついたりとか、不審物見つかったりとか。うん、まあ、小規模の放火があったなんて話もあるし。うん、まあ、地元住民にとってはね、ちょっと怖いところだね。ああ、よくあんなとこに行こうと思う。もういっかみたいな感じ。まあ、朝だしね。うん、だからあんなびっくりしたんかね。うん、暴走族。いや、うん、怖いやつ。ヤクザが最初に来るかもしんねえし。うん、この車だしな。下から見ると普通の建物に見るけど、上から見るとすごい景色だったね。
まだ走ってるのすごいな。